メディカルラボとは、株式会社教育が運営する、異形専門予備校、メディカルラボの通称。1対1授業や、個別のカリキュラムなど、完全個別指導が、特徴の異形専門予備校である。全国に27カ所に校舎を持つ。異形専門予備校、メディカルラボは、医学部、私学部合格を目指すための異形専門予備校である。完全個別主義を掲げ、 いち早く集団授業形式の予備校との差別化を図った。個別ブースでの1対1個別授業形式を採用している。また、2020年度より、校舎内での対面授業に加え、同時双方向型のオンライン授業も開始した。2021年度の合格実績は1472名。この2021年度の合格者数は、一系専門予備校でナンバーワンである。 1>, 1対1の完全個別指導個別カリキュラム、一人一人の学力特性、志望校に合わせた個別カリキュラムを作成し、授業が行われる。カリキュラムは授業の進捗状況、テスト結果、面談などにより適宜修正される。1対1授業授業は、プロ講師による1対1の個別授業であることが特徴。授業は講義、演習、解説それぞれ50分ずつの、 計150分授業である。面接や小論文対策も1対1の個別授業で行われる。戦略的対策生徒の学力特性と、大学ごとに異なる出題傾向を照らし合わせ、合格可能な大学を受験校に加える、マッチング指導を実施。定着確認テスト個別授業の他に、デイリーテスト、定着確認テストなどを取り入れている。 各種サポート学びスサポート情報サポート本部及び情報研究所で全国27校舎からそれぞれのエリアの医学部入試情報を集約。日本全国の医学部の入試情報、出題傾向などを把握した上で全国の校舎へ展開。地域差による情報の格差を解消し、どの校舎でも同じクオリティの情報を入手できる体制を整えている。 生活サポートメディカルラボ独自の医学部受験に特化したオリジナル模試、私立医学部模試を年2回実施。全国の会場で受験可能。受験者の学力特性を分析し、全国の私立医学部の中から合格可能性のより高い大学を判定する。私立医学部12大学の出題傾向、形式に沿った模擬試験。AD の4段階で、 合格可能性を判定する。ラインナップは、岩手医科大学、埼玉医科大学、京林大学、順天堂大学、東京医科大学、東京女子医科大学、富士大医科大学、金沢医科大学、近畿大学、兵庫医科大学、川崎医科大学、福岡大学。原則として、自宅受験だが、校舎により、公開会場でも実施している。 出版事業全国の82医学部の最新入試情報や出題傾向分析を掲載した全国医学部最新受験情報を毎年発行。また、医学部受験のカリスマであり、メディカルラボ本部教務統括を務めるカニ療友の著作、医学部受験を決めたらまず読む本や、あなたの医学部合格を叶える、成功の9ステップなどを発行。 医学部合格のための有効な情報源となっている。メディカルラボ通信入試情報のトピックスや、医系大学の情報を掲載した、メディカルラボ通信を、メディカルラボウェブサイトの会員限定コンテンツとして、月1回更新。医学部を目指す生徒や保護者、家族向け。医療用語マスター面接や小論文対策に役立つ、医療用語マスターを毎年発行。医学用語。 医療や健康に関する社会問題について解説されている。大学入試説明会各大学の医学部入試担当者を招き、大学入試説明会を開催している。医学部受験ラボ、医学部受験ラボはメディカルラボが情報提供する医学部受験専用サイトで国公立私立医学部全82校の情報を提供。講演会、セミナー、 医学部入試の現状と今後の動向、医学部合格のための勉強会、医学部受験生を持つ親の役割などをテーマとした講演会やセミナーを全国27校舎及びオンラインで随時開催。生徒に限らず一般の方も参加可能で年間1,100回に及ぶ。また、高校内での講演会やセミナーも高校からの要望に応じて実施。ありがとうございます。